あー寒い、それでは授業を絶対に始めていきます。ひろきくん大きくなったわね。横田さんのお子さんも前見た時よりすごい大人っぽくなって。なんかみんな緊張してないか？リラックスリラックス。金山先生いつもより緊張してるよね。なんで？何が？親がいるからって固くならなくていいんだぞ。みんなはスキー経験者班だからな。絶対に楽しもう。なんでスキー教室で授業参観してんの？抜き打ち授業参観。抜き打ち？いや、授業参観って分かってたらお前ら変に構えるだろ、だから絶対になさそうな日にあえて授業参観を設定した。余計構える。授業参観って普段の授業見てもらわないと意味なくないですか？確かに昨日母と一緒に荷造りしているところで違和感は感じただよね。なんで母ちゃんも一泊二日分の荷物用意してるんだろうってなった。なんで違和感でとどまれるの？絶対気づけたでしょ。お前の母ちゃんは？いや、俺の母ちゃんはそんな様子なかった。小林の母ちゃんはなんでスキー教室で授業参観するのか意味わからんって断られたんだ。ああ、さすが母ちゃんだ。真っ当な意見だ。親バス楽しかったですね。そうですね、補助席に座ったのなんて何年ぶりかしら。親は親のバスで来てたんだ。高かったんですよ、チャーター代。わざわざバス代まで払ってサプライズにしたんですね。ここまで来ると怖いな。今日はね、普段通りで大丈夫だからな。絶対に絶対絶対うるさいな。あんただろう、授業参観だからって張り切って空回りしてんの。あー、もう絶対に寒いな。スーツだからだよ。なんで真冬のスキー場にスーツで来てるんですか？授業参観はスーツじゃないとダメだと思ったのかな。まあ教室でやる場合はね。でもここスキー場だから。おい、そこ何ぐっちゃべってんだ。授業参観だから今日すごい厳しいな。罰としてリフト10周。グラウンド10周みたいに。それ全然きつくないですよ。リフト乗るだけだから。とにかく安全に気をつけてね。コース上で立ち止まることのないようにしましょう。あれはもう本当バカのすることだからね。口悪くなってるな。ナナ、横田の母ちゃん前見た時より可愛くなってね。え、嘘。違う、それはただのゲレンデマジックだ。ちゃんと見ろ、普通だ。失礼すぎる、言うなそんなこと。じゃあ早速滑っていこう。え、これ親はどうするんですか？うん、親御さんたちもぜひ近くでお子さん見てあげてくださいね。は？親のお前だからってスピード出しすぎんなよ。気をつけてね。はぐれないようにね。何これ、どういう状況？なんで親も一緒に滑ってるんですか？親が見てると恥ずかしいな。いや、そういうことじゃなくておかしいでしょ、これどう考えても。後ろついてきてるよ。たかし、まっすぐ立ちなさい、行儀悪い。いや、スキー中だから前傾になっちゃうの仕方ないです。それにしても横田さんとこの子ブレーキが滑らかね。うちの子と大違い。森山さんのお子さんこそカーブが上手ね。なんでこの二人のお母さん普通に授業参観の親やれてんの？金山先生、うちの子いつもこのくらいのスピードなんですか？いつもスキーやってないって。いや、いつもはもっと遅いです。授業についてこれてません。あー、それは言ってあげないで。早い早い早い、ちょっと早いわ。あー、あらら、危ない。もっとゆっくり、早い。しっかり近くで見てあげてください。無理だよ、このスピードついてこれないって。先生、 V 字ジャンプやります。いや、張り切るな、やったことないだろ。ダメだ、危ないから。先生が K 字ジャンプ見せてやるよ。 K？ もっと張り切ってるやついた。危ないって。見てろよ。はい、ということで今日のスキー教室はここまで。親御さんいかがでした？楽しかったです。うん、雪まみれになってるね。もうこれただの親子スキー旅行ですね。じゃあみんな宿に戻って明日に備えるように。はい。なあなあなあ、好きな子いる？小林は？いや、なんでお前照れんのよ、言えよ。何照れてんだよ、言えよ。いや、なんでまだ親いんの？お邪魔してます。今授業の時間ですらないですよ。え、宿まで授業参加しに来たんですか？金山先生がね、せっかくだからスキー教室の夜の様子も見ていったらって。やっぱぶっ飛んでるな、あの先生。俺は三区の本田さん。いい匂いすんだ。親の前ですごいな。本当に思春期か、森山お前。うちの子積極的に好きな子発表してて偉い。たかしも頑張って、言える。3組の本田さん。いや、なんで言えるんだって、親の前だぞ。あら、同じ子じゃない。一緒に付き合えるよう応援していきましょう。そうね、こういうのは親の協力あってこそだし。いらないよ、親の協力。介入してこないで。なんか志望校一生みたいなテンションで介入してこないで。お菓子持ってきた。持ってきた。お菓子禁止だぞ。見ろ、親が悲しい顔してる。おーい、見回りに来ました。点呼取るからね。はい、小林。はい。森山。はい。横田。はい。森山のお母さん。はーい。親も点呼すんだ。恵美子さん。はーい。恵美子さん、長時間一緒にいすぎて名前で呼ぶ仲になってるじゃん。ほんでこの人は誰の親なの？人数合ってないんだけど、なんか怖くない？あ、そうだ、今日の思い出の作文さ、書き終わった？はい、書きました。書けました。じゃあ今から順番に発表してもらおうと思うんだけど、まああんまり聞かれたくないって子もいると思うんでね、保護者の方は一旦ご退出いただいて。はーい。いや、そこは見せていいだろう。